ピンツベルクはドイツ連邦共和国バイエルン州オーバーフランケン行政管区のホルヒハイム郡に属する町村でゴスベルク行政共同体の本部所在地ピンツベルクはオーバーフランケン西部に位置するこの町は公式には5つの地区からなるこのうち孤立農場などを除く集落を以下に列記するピンツベルクはバンベルク市協領に属していた 1803年の帝国代表者会議主要、決議以降はバイエルン選定綱領となった。バイエルン王国の行政改革の時代、1818 18年の自治体令により、現在の自治体が誕生した。この地域の人口は、1970年1608人、1987年1696人、2000年1864人であった。 1996年からピンツベルクには青年議会が存在する。これは元首長のラインハルト・グラウバーによって設立された。現職の青年議会の代表はエバホフマンである。ピンツベルクの議会は首長を含む13議席で構成される。首長はラインハルト・ゼーバーである。図柄、金字に赤い三角。その中に両側に銀の壁を持つ銀の塔。 その向かって、左側に黒い蜜葉のクローバー、向かって、左に黒い矢車に行くの花。ありがとうございます。